はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ボンゲンです。それではドラゴンクエスト1、2、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、まず岩山の洞窟に行きまして、戦士の指輪をね、取ってきまして、でその後、沼地の洞窟でね、ローラ姫を救出したところで、まあ、前回はね、終了したんですけれども、今回は、また新しい目的地にね、向かって出発するわけなんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、ゴンゲンが今レベル20まで、上がっております。で、呪文を全部ね、習得したという状況になっております。では今回は、メルキドの町にね、向かってみたいと思います。あ、そうだ、まあ、この辺の敵ならば、まあ、トヘロスでね、まあ、戦闘は避けていきましょう。まあ、フィールドの曲もね、まあ、何ループかするので、まあ、結構ね最後まで聞いたことはあんまりないんですよね。この毒の沼地の、まあ、右の方にね、前回行った岩山の洞窟があるわけなんですけれども、まあ、さらにこっから南の方ですね。ガンガン南に下がっていきまして、で橋を越えまして、あ、トヘロス切れましたね。で、まあ、右の方にね、ドムドーラの町があるんですけれども、まあ、とりあえず今回はスルーですね。この橋を越えて、まあ、トヘロス切れましたけれども、まあ、この辺からはまあ普通に戦っていきましょう。いて、結構食らいますね。そしたらこの橋はまだ行かないで、よし、さらに北の方かな。で、この毒の沼地がある橋ですね。引っかかりましたね。そしたら、まあ、ちょっと回復しときますか。で、ゴーレムですね、まあ、一応実況外でね、妖精の笛を、まあ、預かり所からね引き出してきましたんで使いましょう。いや、いい曲ですね。何ターンか眠ってくれますよね。あ、倒しちゃいましたね。意外にあっさり。じゃあメルキドの町に行きましょう。城塞都市メルキドへようこそということで、メルキド到着ですね。ここの武器屋はしょぼいですね。まあ、いろいろ話を聞いて回りましょう。宿屋は50ゴールド。ファミコン版の半額かな。俺が聞いた話では、ロトの鎧は人から人へ。ユキノフという男の手に渡ったらしい。なるほど。ユキノフ。お、守りの種。まあ、ドラクエシリーズを実況するたびにね、まあ、多分話してると思うんですけれども、このプロデューサーの千田幸信さんっていう人が、まあ、元ネタなんですけれども、あの漫画家の吉田戦車のね、遠縁にあたる人らしいですね。竜王の爪は鉄を引き裂き、そして吐き出す炎は岩をも溶かすという。権限よ、それでも行くのか。
ちょっと怖いんでね、いいえ。それがいい。誰もお前を臆病とは言わないだろう。じゃあそれでも行きましょう。はい。おう、あなたこそ誠の勇者だ。どっちつかずの人ですね。ここは？あ、預かり所。ここにもあるんですね。なるほど。わざわざラダトームで引き出すことはなかったですね。道具屋さんはまあ特に買うものはないですね。今夜は何のおかずにしようかしらね。ここが大根屋さんかな。毎度、今日は大根が安いよ。ん？お客さん、足の見たところじゃ大根には用はなさそうだね。道具屋ならそっちの店だよ。ここは一体何なんでしょうかね。この人は台所と大根屋さんを往復してるのかな。もし魔物たちが襲ってきたら危ないから、この町は砦の中に作られてるのよ。なるほど。まあ頑丈なね、町を守ってくれるガードもいましたけれども、倒しちゃいましたね。私の家は代々ドムドーラで店を開いてたんですよ。ところが雪の藤井さんの時、町が魔物に襲われて、やっとの思いでここまで逃れてきたそうです。なるほど。幸い店は儲かっていて、蓄えもあったので私は楽な生活をしてますけどね。え、その時の店の場所、確か町の東の方だったと思いますよ。なるほど。あ、鍵帰ってきましたね。雪の藤井さんの店はドムドーラの東の方にあるということですね。端っこは何もないですね。ここは防具屋さん？あ、この店ではないですね。あ、ここは清水屋さんですね。まあ、清水はいらないですね。このシスターの裏にある水で清水作ってるんでしょうかね。ここは魔物たちに襲われて亡くなった方々のお墓ですわ。どうぞあなたもお祈りしてあげてください。了解です。なんかあるのかな。何もないかな。何もなさそうですね。あと一箇所、何もないですね。昔うちのじいさんがよく言ってたんです。友達の雪の夫さんが何かすごい宝を自分の店の裏の木に埋めたらしいと。一体それが何だったのか私も探したいんですが、外は危ないしね。なるほど。雪の夫じいさんの話で持ちきりですね。道具屋さんはまあ別に買うものはないか。あ、ここですね。じゃあ炎の剣買いましょう。あ、持てない。あ、聖水ん？聖水なんで持ってるんだ。1個買っちゃったのかな。じゃあとりあえず聖水を売りまして、で炎の剣、それから三鏡の盾。あ、そっか、持てないのか。じゃあ鋼の剣を売りまして、あ、違う、買う。で三鏡の盾を買うと。じゃあついでに鉄の盾も売っちゃいましょう。ここは、あ、鍵屋さん。
まあ、とりあえず1個買っときましょう。よし、まあ1個どころか満タンにしちゃいましたね。ここはなんだ、かつてこの世界が闇に包まれた時、一人の男が空から落ちてきたそうだ。その男こそが勇者ロト。もしこの話が本当なら、ロトは神様の申し子だったのかもしれんな。なるほど、まあ、神様の申し子というか、まあオルテガの息子ですけどねまあ出自は完全に一般人ですよね。あ、不思議な木の実、これはじゃあ使っちゃいましょう。3、まあ、ホイミ一発分かな。あ、そっか、こっからはいけないのか。この辺の人はもう話しましたよね。あ、この人も喋りましたね。そなたが印を求めるなら、この南の神殿に住む長老を訪ねるがよい。はい。141。あ、違う違う。127。結構食らえますね。大丈夫かな？危ね。満タンにしとかないと危ないかな。勇者のため祈りましょう。光がいつもそなたと共にありますよう。行きなされ、そして探すのです。ラダトームの城まで北に140、西に80を刻むその場所を。なるほど、140の80ですね。てて大丈夫かな。危ないですよね140の80。とりあえずメルキドの町は全部回れたかな。まあ初めてねファミコンでドラクエをやった時は、まあメルキドの町は本当に広いなって思いましたけれども、まあ、今こうしてみると、まあそうでもないというかねそんな感じがしますね。まあ全部回れたかな。あ、そっか、雪の風じいさんの話か。まあ一応ぐるっと回ってみて、うん、まあ全部回れましたよね。よし、じゃあさっきのね、長老が言ってた北に140、西に80の場所に行きましょう。橋の上で戦闘、まあ、せっかくなんで、炎の剣使ってみますか。21、まあ、普通に殴った方が早いですね。一応ベギラマーの効果なのかな。ちなみにベギラマーは52。ベギラマの効果ではないか。エフェクトが違いますもんね。まあでも直接殴った方が、まあ、早いことが判明しましたんで、まあ多分道具として使うことはもうないでしょう。大魔導。お、無駄に会心が出ましたね。もうちょい右の方かな。よし、この辺かな。ちょっと使ってみますか。
まあ、経験値はいいとして、あ、惜しい。あと2歩。1、2。この辺かな？あれ？あったあった。なんと、ロトの印を見つけた。なんでこんなところに隠しちゃったんでしょうかね。あ、そっか。ドラクエ3時代では確か、さっきの場所になんか祠がありましたよね。じゃあ目的のロトの印も手に入れましたので、帰りましょう。そしたらば、あ、別に止まることはないか。まあ、ちょっとね、今回短いですけれども、またね、ラダトームでセーブをして、終了したいと思います。あ、でもこっちまで来るぐらいならば止まった方が早いかな。まあ、どっちもどっちっていう感じかな。まあ、今さらね、ラドトームの宿屋代をケチるようなねレベルではありませんからね。じゃあ王様でセーブをして今回は終了しましょう。次のレベルまでもうちょいですね。750。じゃあ3番。うん、これで OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。